ちょっと冷たいですよ、目元ね。この使ってます。これが多い滑らか、張り、弾力、血色のいい肌、ムナ肌だけっていうバームです。しっとり系のシャンプー、しっとり系のシャンプー、トリロジーバームクリームで保湿を閉じ込めた後に下地を入れます。下地はハッピーメイクの小林照子先生のハッピーメイク、プリズムエッグのロゼという色ですね。ナチュラルメイクをするときはこの下地でツヤを出して、もうほとんどファンデーション塗ってない感じに仕上げていきますからね。目尻からまずつけて、小鼻の赤み、目の下、口角、結構こう眉のところも少し 青くなってる人もいてるんで、こういうところにちょっとねコンシーラーをつけときます、今度は目の周りに明るい色、T ゾーン、ほうれい線、口角、まぶた先ちょっとここの部分だけで、ここですね、ここにファンデーションちょっとつける、もう部分的につけてね。超ナチュラルで、少し内側から血色が出るように、これも練りなんで、ね、ちょっと眉毛もちょっと細めになってくるから、ちょっと太めに描いていきますよ。黒目の端上から山取って、山から眉尻に向かってまずライン取って、それから山からこの中に返す。キュートのメイクの場合は眉毛ちょっとラウンドで丸みを持っていくんで、ちょっとふわっとした感じで作っていきます。サンドペーブルっていう色、こういう色をね、本当にアイシャドウ一色でいいんで、単色でつけるぐらいでいい。で、上向いておいてもらって、この下